こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です、まあ。オーストラリアアマゾン始まってね、FBA に納品を始めているという段階なんですけど、まあ、ちょっと出品したりね、ページを見てたりしてて、まあ、ちょっとこれはまだアマゾンじゃないんじゃないのかなと。まあ、何言ってんだろうって感じなんですけど、アマゾンには違いないんですけどね。まあ、本来のアマゾンのサイトとはだいぶ趣が違うなというのをね、えー、見つけましたというか、 えー、気づいいいたたこととがあるんでシェアしたいと思います、まあ、まだ未完成、オーストラリアアマゾンはまだ未完成ということでね、えー、アマゾンの強みは、次の3つの要素がライバルを寄せ付けないこと、まず販売、ね、それと在庫管理、配送と。で、えー、この配送と在庫管理がね、FBA が管理、えー、稼働しないと全然話にならないんで、まあ、FBA がね、えー、稼働してやっと完成したなと思ったらね、 おいおいちょっと待てよと、そもそも販売の方はこれまだダメだねというのをね、気づきました。えどういうことかというと、アマゾンっていうのは A9 っていうね、えー、独自のシステムを導入してまして、まあ、それによって、まあ見た商品がね、値段が下がりましたとか、まあ代わりのこういう商品買ってる人多いですよとかね、あなたこの商品買わなくていいんですかとか、まあ、えー、本当に的を得た感じでね、日本アマゾンとかアメリカアマゾン見てると、 えー、商品を進めてきます。メールが飛んできたり、販売ページに、えー、行くたびにね、その商品がトップに出てきたりというのでね、えー、まあ、ガンガン、ね、それでも自分が欲しい商品だからね、えー、うるさく思わない程度にガンガン進めてくると。で、それでね、買おうかどうしようか迷って、まあいいやと思ったのがね、えー、ついつい値段下がったのは買おうかとか、やっぱり買おうかとかね、あやっぱこっちだったらいいなということで買います。 まあ、ところが、オーストラリアアマゾン出品してて、ねえー、気づくと思うんですけど通常、まあ、日本ならアマゾン出品すると、ねえー、その商品の関連商品あるいはその商品が画面に出るようになるんですけどそれが、ま、全く、ねえー、なされてないとあと肝心なスマホサイトもバグだらけ、ねまあ、今、正直、ね、オーストラリアで、ね、パソコンで買い物する人より圧倒的にスマホで買い物する人の方が多いです。 何しろパソコンってね、えーまあ、なんか仕事って感じだし、家の回線もね、普通遅いし、仕事終わったら、えー、ビールかワイン飲みに行くか、あるいは家でご飯食べて酒飲むからね、まあ、パソコンで買い物ってのは、まあ、そうそうしないんじゃないかなと。そうなると、スマホサイトがバグだらけってのはまずいですよね。アマゾンとは思えないお粗末なレベルであると。 でまあ、在庫管理のほうも、ねまあ、これ専門業者と比較しても圧倒的な走行網と在庫管理システム、アメリカなんかねアマゾン以上の倉庫を持って飛行機を保有してっていうところはないぐらい圧倒的ですけどところがオーストラリア、ね、アメリカとほぼ同じ大きさであるにもかかわらずまだメルボルーンしか稼働してないと,ということは最大消費地のシドニーにすぐに届かないという状態です。 ますぐ届かなくても3日で届きゃね、まあ、ライバルがいないからいいんですけど、まあ、圧倒的に便利ってわけじゃないですよね。まあ日本みたく、買いに行こうかどうしようか迷ってる間に朝注文したらね、午後届くと。まあそこまで早いのは望まないにしても、えー、やっぱり3日から7日、3日から7日じゃないですね。3曜業日から7営業日。えー、つまり曜日によってはね、えー、金曜日に頼むと月曜日になっちゃう。あるいは火曜日になっちゃう。ね。えー 1>, 1週間経っても届かないこともあるというのはね、ちょっとアマゾン的には物足りないなと思います。まあでもここはまあね、えー、少なくともまあメルブルン、シドニーに三営日から1週間だから合格点かなという気がします。で3番目配送ね、これもまあ無料また安価に利用できると。まあ無料がね、これ仕切りが49ドルってちょっと高いんじゃねえのと思うんですけど、まあこれはね、おそらく システムがちゃんとしてで、プラスシドニー、あるいはシドニーとブリスベンが稼働したらね、まあ、きっと安価なキャンペーンを始めるとは思うんですけど、えー、プライムサービス入る人が伸びない悩めばね、まあ、合格点だけどまだ、まだ、あ、まだまだちょっとアマゾンとしては物足んない。まあ、全般にね、本来のアマゾンとは程遠いレベルにあるということが言えます。まあ、これ、日本やアメリカの1日はオーストラリアの1週間だと。 いう,ふうに思ってたんですけどね、えー、どうも日本とアメリカの1日はオーストラリアの1ヶ月の間違いだったのかもしれないとアマゾンだったらねまあ US も日本も立ち上げの時バグは結構ありましたけど、まあ、それは普通ね数時間とか1日とか、まあ、どんな長くても数日で直してましたけどアマゾン始まって3ヶ月以上経つと FBA が稼働したのにまだ出品が FBA に、ね、対応してないと。 ねえー、自己発想で FBA を選ぶ画面がないとかね、まあ、そういう他と連動してないとかまあまあこれねシステムの方は世界中どこでもできるだろうからきっとアメリカあるいはヨーロッパで普通にアメリカヨーロッパをいじってる人たちがやってるんだろうと思ったんですけどどうも多分ね、えー、オーストラリア政府との契約なのか約束なのかオーストラリアでやれということでオーストラリア人を使ってやってるんでしょうね。 まあそうなると、まあ、あとね、少なくとも1、2ヶ月、まあ、もしかして3ヶ月以上、まあ、今の調子でまだ本格稼働には程遠いね、ね、えー、状況が続くかもしれません。まあね、えー、これはオーストラリアあるあるではあるんですけど、例えばね、日本なら1日で終わる歩道橋のエスカレーター修理、3ヶ月かかって3日で壊れたこのね、えー、エスカレーター、 ねえー、たまに止まったり具合悪かったりしたんですけど休み前から工事中ってなってねあちゃんと本格的に直すんだねとでそしたらね休み明けても工事してる日程だから随分さすがオーストラリアでゆっくりしたペースでやるんだねと思ったらね、えー、何を直したんだか分かんない感じで、えー、3ヶ月なんかやってましたけどまたいつものように3日で壊れたというのがありましたあとね家の近所でね えー、水が派手に漏れて、あ、水漏れだねと、水道管破裂したんだねと思ったらね、ずっと流れっぱなしですよね。えー、ほぼ一日流れっぱなしだったんじゃないのかな。で、あ、やっと一日経って止まって、止まったから直したんだろうと思ったらね、ただ止めただけで、その後、ね、一、えー、週間ぐらいかけて直してました。ね、水漏れ直すの一週間かかんのかやって感じですよね。あと、まあ、日本だとね、えー オ段ほど押しボタン式のところで押しボタンを押しても信号変わらなかったらすぐクレームついてね、まあ多分2時間、まあ遅くともその日のうちに治らないとことはあんまないと思うんですけど、まあこれね、押しボタンの修理、ね、押してもか信号変わらないという状態がね、3日間そのまま放置されてましたね。まあ、まあ、こ,んなこんなペースですね。で、これ私住んでたの別にオーストラリアの片田舎に住んでたわけじゃなくて、あのオペラハウスのあるシドンに、 まあそのシドニーから北に行ってね、便利で安全で高級だと言われてるえ住宅地、チャツウッドってとこなんですけど、に住んでましたからね、それでこの有様なんで、他だともっとまあスローペースというか、もしかしたら壊れたものはずっと治んないというような場所もあるんじゃないかなという感じです。そんなわけで、オーストラリア,アマゾン。 まあ、いよいよ FBA 始まって本格稼働という形でね、もう一早くスタートダッシュでね、えー、やった方がいいんじゃないかというふうに思ってたんですけど、今の情報、状況を見るとね、そんな焦んなくても、まあ、システムの完成に合わせてのんびりやっていった方が効率いい気がしてきました。まあ、その方がね、まあ、他にもいろいろ、どの商品出せる、どの商品が出せないとか入れられる、入れられないもんね、まあ、 えー、自分で実験台になっちゃうより、まあ、システムがそんな様さなら安全な商品だけとりあえず出して、迷う商品は様子を見てね、大丈夫そうなら出すと。で、システムがね、これ、本格的にちゃんとなってないというのに気づいてない人は、まあ、多分あんま売れねえんだなと思うと思うんでね、えー、そういうシステムがちゃんとしたところに一気にガツンと入れれば十分ね、えー、先に売って、 あ,かあのカタログとかね、えー、育てたり、商品探した人を出し抜けるってか追い抜けるんで、まあ、あんまり焦らず、ね、えー、ぼちぼちやってった方がいいんじゃないのかなという感じです。まあ、他にもね、ログインミスとかね、ログイン迷宮にはまり込んじゃったみたいか入れなくなっちゃうとかね、まあ、結構、結構いろいろあってね、まあ、どうもおかしいなと思っていろいろシステム、日本とアメリカと比べてみると、これ 同じ Amazon のシステムとは思えないぐらいまだ出来が悪いです。当然ね、えー、完成形はちゃんとしてるんで、まあ、早く完成してほしいんですけど、まあ、今のところね、えー、まだ未完成というか、まあ、肝心なこのリコメントシステムが働かないと、ねえー、Amazon の強みは、えーまあ、半減、もしかしたら7割減ぐらいの感じなんでね、えー、ぼちぼちやっていこうと、ね、焦らず。 マイペースでやってきていただければと思います。またね、ご質問とお待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。